期日前投票所5日目でございます。この上のですね、屋根の網を先ほど張っておられましたけれどもですね、5日間ここに立った感想は、基本的には皆さん決めてこられるということですね。で、7割とか半数ぐらいは決めずに来られるというような、そんな話もあるわけですけども、そうではなくてですね、多分その決めてないというのは、例えば何とか党とか、それは決めてるということですよ。だから何とか党は決めてるんやけども、その中の誰の候補にするかというのは、それを決めてないというだけの話であってですね、そもそもその何とか党とか、そのカテゴリーでひょっとしたらなんか女性にしようかなと思ってるとかね、そういうカテゴリーはもう間違いなく決めてると思いますよ。でだからこそですね、ここで追っても、今日もですね、今日はだいぶマシですけどね、こんにちはとかおはようございますと言ってですね、挨拶返してくれる方が結構いてはったので、その方はもう間違いなく私には入れてないんですよ。だけどもそういう方も増えましたから、だいぶ、マシやということにはなってもですね、そのカテゴリーの中に、自分が決めた中に入ってないので、だからですね、ここへ立ってて高平を見てもですね、ああここ立っとるから入れようかというような方っていうのは、ひょっとしたらおられる可能性はありますけども、非常におられても少ないであろうというふうに考えております。そしてですね、今日はまたまた面白い動画がありましてですね、これもう選挙は終わらんとアップできへんのですけども、これ見てください。これ期日前投票所って書いてあるね、これね、障害者用駐車スペースというふうに書いてます。これまたね、漢字で書いたら私が言うということで、きちんとこう戦艦もですね、また高平言うてくるやろということで、漢字で書かないということになっておるわけですが、このスペース4台ございます。この4台ある中のですね、大体さ、足が不自由な方であろうが何であろうがですね、ここへ止めたいということになれば、空いておれば、早いもん順で使うと。で、数分ですからね、5分か10分もしないですよ。でもすぐ出てきはるんでね、でこう使ってもらうということになっておるわけです。ここにも今日なんかガラガラですよ、よう空いてますわ。せやけどもですね、そもそもなんかここへ止めたかったんでしょうね、高齢のおじいさんですけども、なんでここにカラーコーンを置いとるんやというようなことをですね、ここ来るなりですよ、あの人車で来たはずなんですけど、ここへ来るなり、あのガードマンの方にですね、なんでこんなとこへカラーコーンを置いとるんやというような方がおられましてですね、いやこれ置いてのガードマンの人じゃないじゃないの、これ置いて文句言いたいやったら役場に言えよという話なんですけども、でもですね、ガードマンの方は後ろだけ見てもらったら分かりませんのは、高齢の方ですから、言いやすいということですね。これもしですね、ガードマンの方がですね、右からも左からもですね、もう何がしかのドラえもんでも、バカボンのパパでもいいんですけども、そういうものが見えておった、そういう方にですね、よう言うんかという話もございまして、立場が弱い人に備えして言うということで、おっさんいい加減にせよと私も言いましてですね、こんなもんここにカラーコーン置いてね、止めさせてくれって言ったら避けてくれるんだから、話ちゃんとせえって言って、で文句言いたいんやったら戦艦に言わんかい、役場に言えということをですね、言いましてですね、そのおじいは排除をされて、ガードマンの方はですね、後で私にありがとうと、守ってくれてありがとうということを言っていただいたわけでございますけども、だけどもですね、こんにちは、ありがとうございます、すみません、私はありがとうございます。あの今の方は仕込みじゃないですよ、たまたま撮ってる時に撮っていただいた。で今日はですね、なんとあのここへ私立ってたんです、ずっとね1週間ほど立ってたらですね、今日は黒塗りの大きな車が止まりましてですね、そこから運転手の方が降りてきて、で扉を開けられてですね、で、年配の男性が降りてこられるわけです、スーツでね、こんな偉い車で投票来る人おるんやなと思ったんですよ。ほんなら私の顔を見るまで、高平さん頑張ってやと、で、お世話になってるというかですね、もう今回の選挙非常にお世話になった方であったわけですけれども、会社の大きな会社の会長さんです、偉い人です。私もお会いをするということはそれないわけですけども、びっくりするかなと思いましてですね。で会長がですね、頑張ってやということで、もうやってることは間違いないからなと、もうそれでガンガン行けと
ということを言われまして、はい、頑張っていきますということをお伝えをいたしました。で、後でですね、まあ、共通の知り合いの方がおられるので、その方に会長が来てくれはりましたと激励をした上で投票に来ていただきましたけどって言って送ったらですね、会長は自分とこの会社の社員にも言うとると、で関係先にもお知り合いにも言うてるということでですね、確かにお知り合いの方が後でまた来られて会長に言われたよということで来ていただいたんですけども、もうどれぐらい会社大きいかというとですね、そこの関係の会社の、まあ部長級ですよね。でなんとかさんにもこの前駅でおたんですと言ったら、なんとかって誰って言われましたからね。ほんでなんとかっていう部長のって言ったら、あーみたいな、名前言われてもわからんぐらい人おるっちゅうことですよ、その管理職はね。そういうような大きな企業の会長の方がですね、私のことを今回はええなと思っていただいてるっていうのは非常に心強いなと思います。5日間ここへ立ってきましたけども、今日でキズマイルのところへ立つのは終わりです。前ね、この城の前で立ってきましたけども、ええ結果が出るようにというふうに祈るしかないわけですけども、あと1日、暑いですけど頑張ります。今日も熱中症にならんで良かったな。